今回はザ・エキスパート第5回目のゲストとして元サッカー日本代表磯貝博道さんをお招きいたしました。今回は、元祖天才と呼ばれた男磯貝博道ということで、対談を進めていこうかと思っております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初にですね、はい、磯貝さん、サッカーを始められたきっかけからちょっとお伺いしたんですけど。最初はですね、はい、なんですかね、小学校で先生が移動しますよね、はい、それで新しい先生がなんかサッカーを教えるということで、グラウンドをそのなんですかね、こちらのジャングルジムのとこから見せたらですね、最後練習終わり際にアイスクリームを配ってたんですよ。なんか面白いことするなと思ったんで、また次2日目はまたジャングルジムの上に登って、また今日も配ってるよ、じゃあ明日っつって、で結局1週間みたいな毎日配ってたんですよ、これはアイス食いに行くしかないなと思って、そこからサッカーが始まった。そんなきっかけだったんですか。きっかけがアメとムチのアメでした、ね、もうだから最初からきっかけから磯貝さんらしい始まりだった。始まりそうですね。そうなんですよ。はい、なんか出身は熊本だっていう、はい、熊本です。そうなんですけど、はい、もうご両親も今はまだ熊本。いや、もうね、熊本もう亡くなってまして、あ、そうですか、はい、なんでまあ、はい、自由に生きております。私もね、九州出身。あ、そうですか。熊本はもうずっと中学生ぐらいまで。中学生までですね、うん、一応。それはその後に帝京サッカー部に行かれましたので、それはサッカー留学みたいな形で行かれたんですか。一応まあそういう形で小学校の6年というか、まあ、当時のコルマ監督が来られて、はい、帝京の有名なね、で小学校、まあ、6年だったんで、来年から中学のあれが一クラスできるんで、お前来いって言われたんです。商売中学生でちょっと行くのここもちょっと弱いかもしれないから、とりあえずじゃあ勉強していきますっていうことで3年間時間もらって、それで行くようになったんです。ああ、そうなんですか。じゃあ本当にサッカー留学ですね。サッカーも完全に、まあ、サッカー始めて3日でリフティング100回でしたね。194回でした。本の方を読ませていただきました。ありがとうございます。2日目で、70回ぐらい、2回ぐらい、そうですね、3日目で140回ぐらい、はい、っていう。それ本当の話です。本当の話です。サッカーはそれまでやったことないんですよね。いや、もうほぼやってないですね。それまでほら九州とか言うと、当時は私と同じ世代なんで、もう野球ばっかりじゃないですか。あ、そうですね。もう野球には興味なかったんです。いや、野球はですね、まあ、あの時ソフトボールとか多かったんですかね、うんうん、なんで朝なんか早朝はソフトボールやって、うん、あ、やってたんです。はい、小学校4年ぐらいまでそうやって遊んでました。うちの方は九州とかあっちの方がまだ当時は野球の方が盛んでしたね。そうですね、そうですね、Jリーグも始まる前でしたし、うん、そうそうそう、全くね、あまり盛んではないイメージはあります。うん、だからそこで私の疑問なんですよね、はいはい、熊本で、はい、熊本はどちらですか。熊本はですね、今どこですかね、今は宇城市になってるんですけど、うんうん、当時は、まあ、あの下増し気分小川町っていう、うん、はい、っていうことは八千代の手前あたりですね。海を渡れば長崎の島原市が、ね、そうです、そうです。そうすると当時は国見高校とか島原商業高校とか小峰監督、はい、そうです。そっちからの誘いはなかったんですか。行こうとは思わなかったんですか。そうですね、小峰先生からは、まあ、中学の途中からは、まあ、毎年会うときには来ないかって言われたんですけど、もう帝京行くって言ってあるんで、うん、もうそれ一本で、うん、全くブレずに帝京っていうことで、今日は助っ人を呼びまして。助っ人になるかちょっと分かんないんですけど、磯貝さんのファンだっていうのはね。永井さんとは当時小学校ぐらいから、小学校の4年、そうですね、4年とか5年、そうです、はい。ああ、同年代ですか。1個下なんですよ。どちら。長井です。長井さんは、じゃあ結構対戦されたりも。そう、対戦してたですね。それからまあ、その彼は大分県だったんですけど、うん、僕らの熊本県って、まあ、そういう県をね、またいでというか、そういうもので、うん、まあ、お兄ちゃんみたいな感じで、はい、サッカー教えたりというか、うん、心構えとか。彼もなかなかの選手でした、ね。いや、まあ、そこら辺は、まあ、ちょっとベルディの監督してますけど。長井選手ってベルディの監督。ベルディの監督してます。へえ、それは初めて知りましたね。なんで
うん、まあ、はい、その辺がうろうろしてくるみたいな。でもずっとヴェルディですもん、開幕当初のヴェルディでした、ね、ずっとヴェルディでも彼はもう、中学ぐらいから優勝受け負い人みたいな男で、うん、中学で優勝して、で高校でもまあ国に優勝して、で例えばヴェルディってヴェルディ優勝ですよ、まあ、国士舘と国士舘、大学国士舘か、でそこもうエスパルス行ってエスパルスで優勝してとか、うん、行くとこ行くとこ全部優勝するんです、うん、彼はそういうずっと運命を吸ってた、すごい選手でした。すごい当時も本当にうまいなともずっと思ってましたね。一緒のチームでプレーしたことないんですよね、残念ながらね、永井さんと、何ですかね、高校サッカー の優秀選手が行くそういうチームではあるんですけど、なんか一つの探偵のチームで一緒にっていうのはほとんどないですね。うん、他にこう中学高校時代にすごかった選手って、ね、上田さんが入った時どういう選手がいました？いや、まあでもやっぱり当時上しかみたいなっておかしいですけど、うん、12歳以下のこの横を見るよりももうカテゴリーがサッカーって上に1個ずつあるんで、そこをクリアするのだけでも目いっぱいで、なんかこう人の、うん、この人がどうだとかじゃなくても上に行くことしか考えてなかったですね。うん、